どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問い31から問い40までの解説を始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひ、この画面の下のところにですね、なんか概要欄というのがあるんですよ。なんですかね、三角のボタンとかポチッとかって押してもらうと、ボーンと出てきますので、ぜひそのあたりの URL ですね、押していただきますと、ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい、それではよろしいでしょうか。では、早速始めていきましょう。問い31番です。引き続き第3章ですね。いや。で、こちらまずは、気管支、拡張成分のメチルエフェドリンを使用する前に、その、定義について、医師、または薬剤師に相談がなされるべき基礎疾患の成分について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解ですね。はい。全部正解ですね。これ、メチルエフェドリンはいいでしょうか？メチルエフェドリンというのは、これ、アドレナリン作動成分ですよね。そう。アドレナリン作動成分なんで、交感神経を刺激していく、興奮させていく働きがあります。はい。なので、例えば A、甲状腺機能障害の人。例えば、甲状腺機能障害の人。甲状腺というのは、皆さんのこの首元のところに、甲状腺というものがありまして、そこからは甲状腺ホルモンというのが出ています。甲状腺ホルモンの働きとしては、いろんな働きがありますけど、例えば、基礎疾患、基礎代謝をですね、どんどん上げていくような働きがあります。基礎代謝を上げていきますので、なので、どんどん痩せていったりとか、あとは、こう、ね、疲れやすくなったりとかするので、なので、例えばそんな甲状腺ホルモンがですね、たくさん出すぎちゃうと、今言ったように、すごく疲れやすくなっちゃったりとか、基礎代謝がガンガン上がっちゃったりとかっていうことがあったりします。なので、そんな甲状腺機能亢進症とかね、そういうタイプの人に、例えばこのアドレナリン作動成分とか使いますと、より基礎代謝上がっちゃいますので、厳しいですよね。あとは、糖尿病の人っていうのは血糖値高くなってますよね。血糖値高い人に対して、例えば、アドレナリン作動成分、交感神経を興奮していきますと、肝臓のとこにある、いいですか？肝臓のとこにあるグリコーゲン。グリコーゲンが分解されて、また血液中に糖がどんどん放出されちゃいます。なので、血糖値高い人にさらに血糖値上げだったらダメですよね。だからダメですね。それから高血圧。これも、いいですかね。高血圧症の人で、血圧、高くなってるってことは血管が収縮しちゃってるような感じですよね。なので、交感神経興奮させるとより血管が収縮していきますので厳しいですし、それから心臓病の人、心臓にその分負荷かかりますよね。血圧高くなりますと。なので、そんな方に対してさらに心臓負荷かけてしまうと、心機更新とかしてしまいますと厳しくなりますから、だからね、注意、相談がね、必要なところとなりますので、全部正解となります。はい、では次行きましょう。問い32番です。咳痰及び喉の不快感に用いられる医薬品の生薬成分、それから漢方処方箋内に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A、当帰は、巨炭作用を期待して用いられるよ。違いますね。当帰はどちらかというと、こう、婦人科系疾患によく使っていくものとなりますので、A は誤り。それから B、抑胃人は巨炭作用。抑胃人はですね、こう、潤す働きがあります。なので、喉がこう乾燥しちゃって、ね、咳がガンガンとかで、ごほごほ出ちゃうような人に対して、喉を潤してくれるような役目がありますし、あとは、そうですね。喉だけじゃなくてもね、お肌を潤したりとかね、そういうところがね、結構、効果的となりますので、メインとしてはね。それからあとは、抗ウイルス効果とかもあったりしますので、例えばウイルス性のイボとか、そういったところに使うこともできますので、抑胃にはね、そんな効果があります。はい、それからですね、C と D は正解なので、3番が正解となりました。はい、よろしいでしょうか。はい、では次行きましょう。今度は問い33番です。はい、ちょっと読んでいきますね。35歳女性、咳と咽頭、それから食道分の、異物感の症状に、良い漢方、処方製剤はないかとドラッグストアに相談に来られましたと。はい。そして、状態や症状を確認したところ、体力は中等度で、そして、虚弱体質でもなく、比較的神経質で胃腸が弱く、そして足にむくみがあることが分かった、最も推奨すべき漢方処方製剤は一つ選びましょう。難しいですね。はい。答えは1番が正解ですね。半夏厚朴湯です。何かというと、半夏厚朴湯というのは、一番最初の1行目の
食道部の異物感、ここですね。そうなんですよ。喉になんかこう詰まっちゃってる感じ。なんかこう、梅干しの種が詰まっちゃってるような感じ。よく麦芽茎って言ったりするんですけど、まあそういった症状。まあ梅干しの種詰まることはね、あんまりめったにないと思いますけど、喉になんか痰が詰まって、っていう感じで、とかってやっても取れないような感じの痰ありますよね。そういう詰まり感、異物感がある人に対して使っていくのが、この半夏厚朴湯です。はい。で、2番なんですけど、2番の細朴湯。細朴湯っていうのは、小細胞糖に半夏厚朴湯を合法したものになるので、じゃあこれもいけるんじゃないかって思うんですが、ただ、この細朴湯は、ここの、ですね、問題文に書いてある3行目の、足にむくみがある。このむくみがあるタイプにはですね、細胞糖は使うことができないので、なので、そのあたりですね、ここ2番は、だから誤りという形になりますので、答えは、1番が正解となります。はい、ということでここ、ちょっと気をつけておきましょう。はい、では行きましょう。次、問い34番です。答えは、1番が正解です。胃に作用する薬に関する次、記述について正しいものの組み合わせを一つ選べということで、はい、A、B は正解ですね。メタケイ酸、アルミン酸、マグネシウムは大丈夫でしょうかね。胃粘膜を保護していきますよ。大丈夫ですね。それから B の乾燥酵母カルニチンとかですね、牽引成分として配合される場合がありますよ。このあたりもいいですよね。それから C、アルジオキサスクラルファートは牽引成分ですよとありますけど、違いますね。はい、こちら書いてみました。アルジオキサ、ごめんなさいね。アルジオキサスクラルファートに関しては、胃粘膜保護修復成分という形になります。そして、アルジオキサスクラルファートはですね、アルスクラルということで、こちらはですね、それぞれアルミニウムが入っています。なので、まずはアルミニウム入ってるんだなというところでは、例えばアルミニウム脳症、アルミニウム骨症のリスクとかもあったりしますので、そんなアルミニウム製剤なんだなというところもプラスアルファ押さえておきましょう。はい、よろしいでしょうか。そして、今度は D です。ピレンゼピンです。ノルアドレナリンの働きを抑えますよ。違いますね。ピレンゼピンというのは、はい、こちらにも書いてみました。こちらはですね、抗コリン成分なんですよ。抗コリン成分ということは、副交感神経の働きを抑えますよね。副交感神経っていうのは、アセチュルコリンのが関係してますから、アセチュルコリンの働きを抑えていく役目があるのが、抗コリン成分の、ピレンゼピンになりますので、ここのところ間違いないようにしておきましょう。はい、ということで答えは1番が正解でした。では次行きましょう。はい、今度は問い35番です。胃腸の不調を改善する目的で用いられる生薬及び漢方処方製剤に関する記述について正しいものの組み合わせを一つ選べ、もうまた漢方生薬だーという感じですよね。いやいやいや、よく出てきますね。はい、答えは2番が正解です。はい、B と C が正解ですね。まずは A です。オーバク、オーレン、センブリとかですね。はい、こちらはですね、こう、結構こう、苦味が強いんですよ。センブリ結構苦味が強いです。そうなんですよ。なので、そういったものとかですね、あ、センブリちょっとね、皆さん、飲んだことあります？いや、結構苦いですよ。センブリ茶とかですね、苦いので、ぜひぜひ飲んでみてくださいね。で、そういったものがですね、まあ苦いからということで、オブラートで包むと飲むと良いとはありますけど、確かに包みたくなるんですけど、ただそうすると、この匂いとか、例えば味とか、そういったものも効能効果として含んできますから、だからそれらを遮断してしまうことは、効果が減弱してしまいますので、なるべくはですね、そういったオブラートに包まないで服用していただきたいなと思います。はい。ということで、いいですかね。例えば、アロマオイルとかですね。アロマオイルとかで、こうなんか、匂い嗅いだりしますよね。あ、リラックスするとかで、でもちょっと匂い強いから、じゃあちょっと、消臭スプレーしてとかって意味ないですよね。はい。だから、そんなところではですね、A は誤りとなります。それから B、アンチュウ酸に関しては、腹部筋肉が弛緩。そうですね。アンチュウ酸はお腹がすごく冷えちゃってるタイプの人に対して使っていきますので、冷えちゃって、まあ、例えばですね、冷たいジュースとかガンガン飲んじゃうとか、冷たいビールとかガンガン飲んでしまって、お腹が冷えちゃってるなーというタイプの人にはアンチュウ酸お腹温めてくれますので、冷えてる人はですね腹部筋肉が弛緩していくね、緩んでしまってるような状態になっております。
はい、そして C、こちらはですね、大脳、肝臓と大脳というものがですね、熱を取っていく働きがありましたから、だから、便秘とか、頭重だったりとか、湿疹、皮膚炎、吹き出物、このあたりは熱が溜まってますので、余分な熱を取るのには大脳がかなり効果的でしたよね。はい、ということで C はこれ正解です。そして D です。鮮な大脳などが配合された遮下薬に関してはですね、生薬由来だからといってもですね、これ授乳中の女性では安心して使えません。授乳中のところに移行して授乳中母乳の方に移行していまして、胎児の方にですね移行して、胎児ごめんなさいね、乳児の方に、ね成分が移行してしまう可能性もありますので、これは避けていくべき必要なものとなります。はい、ということで答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問36番です。四者成分に関する記述について正しいものを一つ選べということで、はい、こちらはですね、答えは、正しいのは2番が正解ですね。まず1番、ビスマスを含む成分は妊婦または妊娠していると思われる女性に対して使用が推奨ダメです。使っちゃダメです。避けてください。それから3番、ロペラミドはですね、食あたりや水あたりによる下痢、ロペラミドはですね、細菌性の下痢はダメです。ね。なので、食あたり、水あたりというのはこれ細菌性の下痢ですので、そういったタイプには使うことができません。なので、3番は誤り。それから、ちなみに細菌性の下痢に使うことができるというのは、例えば殺菌作用があるようなものが該当してきますので、そんな殺菌作用があるものは4番のベルベリンとかです。なので、ベルベリンはですね、これ吸着成分ではなく殺菌成分となりますので、こちら殺菌作用がありますから、そのあたり気をつけておきましょう。そして5番、収斂成分を主体とする、四者薬は、腸粘膜を弛緩させることにより、収斂というのは緩めるんじゃなくて、キュッと引き締めますから、なので、緩める、ね、弛緩で緩めるんじゃなくて、引き締める働きがあるのが、こちらの、収斂成分となりますので、5番も誤りとなります。はい、ということで正しいのは2番が正解でした。はい。では、ここまで大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問37番です。四者成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。A、B 正解。C ですね。C は、無機塩類は腸内容物の浸透圧を下げるんじゃなくて、浸透圧を上げます。浸透圧を上げることによって何かというと、要はこれ、腸の方に水分持っていかれるんじゃなくて、腸の中というか、糞便の方にどんどん水分が浸透していくように、しなくてはいけないので、腸内容物の浸透圧をどんどん上げることによって水分量を増やして、そして、下痢をしていく、そんなような働きがあるのが C となります。C の、無機塩類というものになりますので、これは下げるではなく上げるというところになります。はい。ということで、答えは5番が正解でした。では次行きましょう。問38番です。はい。こちらは、答えはですね、5番が正解です。いやー、これ難しい。難しいですよ、これ。いやー、これはですね、いやいやいや、これはですね、本当に難しいなと思いますので、で、一応読んでいきますね。一般用医薬品を一定期間使用して、対処した場合であっても、症状の改善が見られないときに継続して一般用医薬品を使用することが適当でない、対象成分を含む一般用医薬品とその使用期間の関係の整合について、正しい組み合わせを一つ選べとなっております。まあ、なんか問題文読んでてよくわからなくなっちゃいますよね。はい。では、行きましょう。まずは、これ5番が正解なんで C が正解ですよね。そう。線素をね、含有する、強心薬はですね、使用期間としては大体、6日間ぐらいですね、使ってくださいねということになります。6日ぐらいは使ってくださいねということになりますので、なんであんまり強すぎますと、やはりね、この強心薬、ちょっと強いものなので、あんまり継続して使うことは好ましくありません。それから、A の、これ、フマルサン大施設を含有する貧血用薬。1ヶ月から3ヶ月使用期間となってるんですけど、これちょっと長すぎですね。うん、そうなんですよ。ちょっと前にも書いてみました。フマルサン大施設というのは、だいたい2週間ぐらいを目安にしてください。2週間までです。あんま飲みすぎちゃダメです、鉄剤は。で、さらに、その鉄剤に頼るだけじゃなくて、食生活も改善していきましょう。こんなことがですね、手引きにも書いてありますので、ぜひぜひ手引きも確認してみてください。そうなんですよ。そして、ポリエンホスファジルコリンを含有する高コレステロール改善薬。高コレステロール改善薬というのは、あれですよね。
コレステロール、要は油分などをたくさん取りすぎてしまっているような方になりますので、なのでまずは食生活もそうですけどね、通常のね生活習慣、運動もちょっとしていきましょうとね、そういった、あと睡眠もちゃんと取れてますかとかね、そういったところもね、生活習慣を改善して、さらに、だいたい1ヶ月から3ヶ月というところが目安になっております。はい、そして今度は指デカレノンです。はい、こちらも1ヶ月から3ヶ月になっておりますけど、指デカレノン、コエンザイム9点ですよね。これも心臓の方の、アプローチをかけていきますので、あんまり長くやっていく、使っていくことは好ましくありませんので、2週間を目安という形になっております。はい、ということで、このあたり、手引きにチラッと書いてありますので、これね、結構難しかったです。なので、まあ、こういった問題も出てくることがあるかもしれませんので、ぜひ、ここで一応確認しておきましょう。はい、ということで、大丈夫でしょうか。はい、では次行きましょう。問い39番です。心臓などの器官や血液に作用する薬及び、その配合成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解です。A は正解。それからですね、B ですね。パンテチンは腸管におけるコレステロールの吸収を抑える作用を示すとなっておりますけど、腸管におけるコレステロールの吸収を抑えるのは、これはソイステロール、大豆油、不健化物が該当してきます。なので、パンテチンというのは、例えば LDL、低密度リポタンパク質などの、排出、以下排出を促進したりとか、あとは、リポタンパクリパーゼの活性を高めたりとか、そんなような働きがあるのが、こちらのパンテチンというものになっております。はい、ということで B は誤りですね。そして C、ビタミン B12。ビタミン B12 は消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つ。鉄が吸収されやすい状態に保つのはビタミン C です。だから、鉄剤とビタミン C は一緒に摂取した方がいい。だから、食事もですね、鉄分が多く入っているものとビタミン C が入っているものを一緒に摂取した方が吸収の効率がいいので、なので、そういった意味ではプルーンとかね、そういったものが良かったりします。はい、だから、このビタミン B12 はですね、正常な赤血球の、形成に働く。要は赤血球の形成をね、こう、要は赤血球を作る材料に使われておりますので、そういったところで押さえておいていただければと思います。はい、そして D は正解なので、答えは5番が正解でした。大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い40番です。貧血の改善を目的として貧血予約に配合されているビタミン成分の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、選びましょうということで、答えは5番が正解です。なんかずっと555って続いてる、なんか違うんじゃないかと思っちゃうんですけど、いやー、嫌ですよね、こういうところも。はい、で、5番なので、A と B が誤り、そして C と D が正解ですよね。はい、なので、このあたりもですね、貧血予約に使っていくもの、どんなものがあるのか、例えば、ビタミン B6 はですね、ヘモグロビンの酸性、要は赤血球を作るのにも役に立っておりますし、それからビタミン C に関しては先ほどね、あったように鉄の吸収をね、良くしてくれるような役目がありますから、そんなところでは、こちら答えは5番が正解でした。はい、ということで、今回結構難しいのいっぱいありましたね。なのでしっかりと復習をしといていただき、ただ気をつけていただきたいのは、マニアックな問題はやはりできなくてもいいと思います。ただ基本的なところは確実に点数を取っていきましょう。なので、マニアックな問題が次また同じような問題が出るとは限りませんので、なので、まずは基本的なところをしっかりと確実に点数につながるように、頑張って復習していただきたいと思います。はい、ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ下の概要欄のところに、LINE アットの、登録など促しておりますので、ぜひぜひご登録いただければ、個別にご質問などもお受けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。